まあね、今までね、なんか同じ金型をね、3つ、集めました。ほんで、まずこれ。ドクターイエロー。これね、もう3年近く前に買ったな。中古で。でね、あとこれは、ついこの間、2ヶ月弱前に買った。2ヶ月ぐらい前に買ったやつですね、これ。動画で出したと思うんですけど、ゼロ系新幹線のラストラン仕様。で、それで、これが、1年ぐらい前に買った、まあ、ウエスト光ですね。これも中古です。こうあるの全部中古ですね。で、まあ、これ、ね、同じ金型なんですけどね。ちょっとね、違うところがあるんですよ。まず、顔なんですけど、顔ってか、まずね、金型が違うかな。それぞれ。取りますね、これ。なんか、新メカなんでね。新メカのデメリットは、こうやってわざわざネジを、巻かないと取れないってことですね。とあとは最後、ゼロ系新幹線のラストラン仕様。でもこれ金型なんですけど、メカが違うんですよね。これ、同じ金型でも、メカがちょっと違うって感じですね。まずね、これとこれの違いは、これね、もう見たらわかると思うんですけど、こっちは単二型電池が対象。でも別に、これでも動きますよ。炭酸型でも。わかると思うんですけど。これでも全然動くよね。でもまあ対象はこれ。対象は単二型電池。ですね。ではこれは対象は多分これ入らんんじゃないかな。いや、入るかな。どうだろう。あ、入りませんね。これはもう無理です。で、これはなんか炭酸型電池。炭酸型電池対象。で、あとこういう、木とこっち何が違うかって言ったら、もうさっきも外し方で分かったと思うんですけど、ネジなんですよね。ネジでこれ取っていったんですよ、これ。もともとこんな感じでついているのを、ネジで取った。でもこっちはもともとこんな感じでついているやつを、ここね、ここを分かる。昔の旧メカってさ、ここを押してから、カパッて開けるような仕組みだったじゃん。でも今のはもうね、ネジですからね。はい。で、あと、モーターも違います。まあ、モーター自体は一緒だと思うんですけどね。全然違いますよね。こんな感じで、形も。こっちが旧型で、こっちが新型。ですね。こんな感じ。全然違いますね。ここも。で、あと、なんかこれ、同じにスピードだけど、でもこっちは旧にスピード式で、こっちは新にスピード式。今のね、新メーカーは多分みんな2スピードね。なぜかわかんないけど、今のプラレールはみんな、2スピードな。唯一、2スピードじゃないやつが、なんだ、リニアモーターカーの、リニア新幹線のプラレールね。あれは、ここの色がピンク色、なんかピンクっていうかちょっと赤っぽくって、であれは自力じゃ、2スピードにできないですからね。こっち速い。そして、ちょっと遅め。止まるって感じですからね。こっちも、ちょっと早め。で、ちょっと遅め。止まるって感じですから、全部3つのスピードがありますね。今のプラレールはもうみんな、2スピード式になっております。昔はね、これ、こんな感じで、ちょっと違うんですよね。で、なんか昔は結構、なんか1スピードっていうのかな、だから普通の、通常のスピードの分が多かったんですけど、まあ、たまになんか東急列車とか新幹線とか、東急列車でも、なんか485系とか、あれはもう、なんか2スピードじゃなかったですからね。はい。そんな感じですね。の時に出たのはこれね。だから、よく、なんか、ゼロ系新幹線も確か1スピードだったような気がする。唯一2スピードなのは500系とか300系とか、あの辺ですかね。700系とか。あれが2スピードだったわ。そんな感じですね。今はもう全部2スピードっていうのは基本になっています。そこは違いますね。で、あとね、これね、なんか関係ないことですけど、音がうるさいですね、これ。モーターの息もじゃしてなさそうって感じですかね。まあ、そういう違いがあります。なんで、こっちは新メカ、こっちは新メカで、こっちは旧メカ。でも、バラスにしても何にしてもね、旧メカは結構複雑ですね。旧メカはもう、これもね、なんか戻そうと思ったら訳がわかんないことになるんでね。これをバラスとなったら、ちょっとかなり、ちょっと技術がちょっといります。
ちょっとってかだいぶいるだろうな、これ。この中にね、モーターが入ってますからね。この、なんかプラスチックの中に。なんですけど、まあ、これはま、プラスチックの中にモーターが入ってるんですけど、ちゃんとネジになってて、ちゃんとばらけるような、ばらけてちゃんと元に戻せる確率が高いっていうような感じの、まあ、作りになってますんで、別にばらしたとしても元に戻せやすいって感じなんですけど、こっちね、元に戻せんのんだよね。ただでさえタイヤもさ、ばらしたことあるんだけど、タイヤの方も。戻すのにちょっと時間がかかったからね、戻しづらいというか、元に。ということで、ね、まあそういうメリットなら、こっちは新メカがいいですね。まあ新メカのデメリットは、いちいちネジをつけないといけない。だから、これと、旧メカと新メカを合体してほしいっていう感じですね。さあどうなるかっていうと、結局、これカパって開けるでしょ。でも中身は新メカ。っていう感じがいいと思うんですよね。うん。いいアイデアだと思う。っていうような感じですかね。はい。あとさ、これとさ、なんかこれと、なんか旧メカと新メカの、なんか中間っていうか、あるじゃん。ちょっと持ってこようか。一応ね、この3行なんですけど、ちょっとネジ外しますね。一見したら新メカに見えるでしょ。新メカじゃないんだよ、これが。これ非常にめんどくさいやつ。これ、485系の。一見したら何かとしら、でもちょっと違うね。新メカには見えない。旧メカと新メカの間には、見えるけど、でもね、これも非常に複雑なんだよ。これとかね。あとこの車両も。これも結構新しい車両なんだけど、これもなぜか新メーカーじゃないっていうね。これただサイズは違うな。サイズは違いますね。まあいいや、これはバラしま。まあこれもこれと同じような方式ですね。まあこういう方式があるんですよ。ちょっと動画の時間が長いな。まあこれが部品ですね。これ一つの部品で。特に N700 系とか485系のこれ元ライチョウなんですけど、今ヤクモに改造してるんですけど、改造したんですけど、もともとライチョウですね。ここの塗装の色を見ればわかります。これね、非常に複雑なの。これバラそうと思ってもね、これバラせんのんだよね。というのもこれ中身、モーターの中身は、普通にこれですから。旧メカですからね。でも、電池を入れるところは、なんか新メカっぽい。というのはネジを回して外すところが新メカっぽい。ね。でも、こんな感じで、全部は外れない。蓋みたいに全部は外れるもんじゃない。っていうところの違いですね。これは多分旧メカと新メカの中間ですね。おそらく。多分2005年、6年、7年、8年、ぐらいに作られたからね。あの頃はまだ旧メカだったんだけど、まあ、これも、とりあえずこれ旧メカと言っていいかなっていうところではあるんですけど、まあ、なんか独特ですね、これは。こういう方式もある。うん。でもこれバラそうと思ったら非常にめんどくさいやつ。なんでかって言ったら、まあ、このライチョウの方がわかりやすいですね。485系 で表しますと、ちょっとカメラじゃわからないと思うんですけど、まあ、持ってる方はわかると思うんですけど、肉眼で見たらね、ここ、なんか線が見えるんですよ。銅線みたいなのが。まあ、おそらくこれ、なんか電池が通っているところだと思うんですけど、まあ、それがですね、それもバラさにはいけんっていいやつかな、これ。バラしたことはないんでよくわかんないんですけどね。てか、こんなめんどくさいものをわざわざバラすっていうことをしないですね。壊れてない限りは。独特だなーって。これ非常に独特。いやでも、旧メカでもね、旧メカでもないな。色は旧メカなんですけど、でもモーターのこの蓋のところがですね、蓋があるじゃないですか、これ。これもモーターの蓋なんですけど、この蓋がね、これちょっとまた違うんですよね。なんで、これ多分ね、新メカと、旧メカから新メカになる中間地点ですね。で、ぜひ言ったら、最悪、これ、こういうやつよりも、こういうタイプの方が難しいと思う。バラすとしたら。そんな感じですね。なんで、非常に、これは手難しいメカであります。中間地点ですね。まあ、これから、これになる前までの中間ですね。これからこれになるまでの中間がこれ。って感じですね。はい。
まあ、まあ、これもセットですからね。これをなくしたら話にならないって感じですかね。はい。これがなかったら、走れないんで、これなくす可能性があるんで、これ逆にデメリットな方を作ったんじゃないかなっていうふうには思います。デメリットな方って言ったらおかしい。デメリットな方式に変えたんじゃないかな、変えとったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、非常にこういう形式の、言え方は、てか、こういう形式のメカは、おそらく珍しいですね。あんまりない、こういうの。まあ、基本的に、こういうガパって蓋みたいに外せれるやつか、蓋みたいに外せれるけど、でも新メカで、なんかネジで開けるやつか。というやつですね。なんで、非常にこういうやつはもうなくしやすいんでね、ちょっと注意してください。はい、そんな感じです。ちょっとなくすから、ちょっとつけとこう。なんで、なんでこれになったんだろうねって思ってね。まあもう10年ぐらい前の話ですからね。なら最初から新メカにすればいいんじゃないかっていうふうには思うんですけど、まあさすがにそこまで考えてなかったのかもしれませんね。なんで非常にこういう形式のプラレールは、まあ、珍しいって感じです。そんな感じですね。これなんか電池が外れやすいんです。これ仮止めしとこう。まあそんな感じですね。なんでまあプラレールの中では一応まあ3つの形式がありますね。というのも、ちょっとまた話が長くなるんですけど、最後までちょっと付き合ってる人はすごいな。多分途中で見るの やめてると思うよ。あのね、これになる前に、A 団地下鉄の6000系が出た時代からこういう新メーカーじゃなくて、この旧メーカーの、まあ、形式が出たよね。つってもモーターは結構ボロいけど、まあ、これとなんか似たような方式の分の、なんか初期が出た頃ね。うん、A 団地下鉄6000系の、なんか、なんつったアルミホイルみたいな感じの、まあ、塗装よりも後に出たやつね。なんであんまりテカってない方の A 段独占機が出た時からこの、まあ、感じ。それよりもっと前かな。まあ忘れましたけど。でまあね、まあ、日本製の時ってね、まあ旧メカっちゃ旧メカだけど、多分スカートの部分に、ここら辺に多分ボタンっていうかスイッチがあったんですよね。でまあそれも、も含めて4つの方式があるって感じですかね。はい。4つの方式があるって感じです。はい。そんな感じですね。まあ、なんだかんで言って一番いいのは、まあ、新メカですね。で、あとね、これ前も言ったと思うんだけどね、地味に窓が違うよね、これ。気づく方いると思うんですけど、地味に窓が違うって感じですかね。これ実写も窓が違うのかな？これ。まあ、マニアの方はわかると思うんですけど、なんか顔が違うんですね。こういう風に見た時の顔が。まあいいや。そんな感じです。というわけでですね、今回の動画は以上です。ちょっと長くなってしまいましたが、だいぶやね、ちょっとじゃない、だいぶ長くなってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。